ヨーブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。勝利の紹介していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。まずあの敵のね、対戦動画見てもらったんですけども、まあ、細かく説明していきます。ステータス今レベル90ですね。でこの状態でステータスはちょっと特殊な武器装備してるんでシールド強化入ってます。で固有ステータスは岩元素ダメージバフでした。 28.8% レベル90 で武器破天の槍使ってます。基礎攻撃値が608、攻撃力が 49.6%、 レベル90の戦いでこのステータス、能力は精錬ランク1でシールドが 20%、 攻撃力が、攻撃が命中した時に 4%50、4520、20% でシールドがついた状態だと 40% 攻撃力がアップするっていう形になってます。はい。で生物は吸気族をつけてます。これ吸気族2セットと攻撃力の剣闘士2セットとかかなり優秀なのかなと思います。ステータスの目安としては HP 上限を5万近くに振ってみてください。はい。で命の星座、これがすごいですね。まず岩の柱を生成できることは皆さんご存知だと思うんです。これが最大2個まで生成することができるようになります。元の状態だと1本のみです。継続ダメージの与えれる岩柱が1本、2本になる。で、二突状態でこれがかなり面白くて重要なんですが、元素爆発を落下した時に近くにいる出場中のキャラクター転生シールドを付与する。要するに、スキル長押しで手に入るはずの添付のスキル長押しでシールドが生成されることは皆さんご存知だと思うんですけども、その生成されるシールドが元素爆発でも生成されるようになるようです。で次トツさん、これが、まあ、知人の、柱と元素シールドのスキルが上がる。トツ4、これがかなり面白くて元素爆発を打ってその効果範囲が 20% 拡大して、さらに石化の効果が2秒、これは石化が 3.5 秒のものが、5.5 秒に長くなります。スキルクールダウンが12秒の、ものになります。12秒のスキルクールダウンの元素爆発に対して 5.5 秒の石化が加わるって形になります。かなりデバフを与えやすいキャラクターで、元素爆発の威力が上がる。で6、これが重要で、転生シールドがダメージを受けたときにそのダメージ量の 40% あるいはキャラクターの上限の 8% 回復する。1回殴られただけなんで、連続でバババって食らえばそれだけダダダって回復することになりますね。これがすごいのが、転生シールドは元素爆発で自分を含めた味方キャラクターにもこれシールド付与されるようになるんで、もう素晴らしいそのサポーター能力、味方にシールドを与えるプラスヒーラー要素があります。プラス効果力の元素爆発で、この固有テンプに面白いのがあって、このダメージがね、HP の上限でダメージが上がるんで、シールドも HP ゾーン、シールドの吸収率も HP ゾーン、威力、元素爆発の威力も HP ゾーン、なんで HP ガン上げして、要するにタンクキャラクターなんですよ。タンクキャラクター、3万から5万の HP のタンクキャラクター、タンクサポートヒーラーで、石化デバフを与えます。で、ここまではサポーターだけど元素爆発の威力が半端ないっていう高回転、12秒で1万回転する高回転の、まあ、全てにおいてS ランク指定の全ての能力に特化しているサポーター、サポート、シールドサポート、敵に対しての石化デバフで回復ヒーラープラス高回転の破壊力でタンク、 HP タンク強いですね。で通常攻撃は、まあ、落下ダメージとかもできるし、あとは6段攻撃で5段目に4発の刺さった槍を蹴って敵に与える4発ダメージのもの、面白い。アクション性もかなり高い。でシールドは結構8取って2000で HP 上限の 20% なんで、 HP がもう、もしね万が一5万設定だとしたらどれぐらいのシールドになるのか、でプラスして武器で 20% の、シールドをやる、あるいはシールドを強くしたければ逆飛びをつけるとかね、そうするともう1万
もう3000、4000とか、転生シールドが そんな感じになってしまうという、もうほぼ死にませんみたいな。で、継続ダメージももちろん与え続けますみたいなキャラクターになると思われます。はい、まあ、こんな形でかなり優秀なキャラクター、まずここら辺ね、一通り見せておきましょうか。こんな感じ。すみません、移動が早くて、こんな感じ。で、こちら、テンプレベル20で解放されるものに関しては、ダメージ、転生シールドがダメージを受けた際に、防御効果を発動すると。転生シールドの、シールドがね、かなり強化されるっていうことになりますね。ダメージを受けた際なんで、別にどんなダメージでも構わないんですよね。で、5回までなんで、転生シールドの威力がまあ1万だとしたら、それでもうほとんど5回分は何か帳消しにするような能力だ。シールドがもうむちゃくちゃ強いってキャラクターですよね。回復させるシールドであり、みたいな。ちょっとね、思ったよりバランスがいいキャラクター。ただ、一つ難点があるとすれば、戦ってる最中分かったと思うんですけど、元素が40しか必要ないのに対して元素が溜まりづらかったっていうのがあるんで、まあ、勝利は元素爆発を打って、まあ、岩柱2本とか生成した状態、転生シールドをつけた状態であれば、退場させていいですね。退場させて、例えば岩元素2人で組む、シールドついて威力上がるじゃないですか。だとすれば岩共鳴2を使って凝固を使ってシールドを出して、カーテン出して敵にダメージ与えたら岩元素のオーブがいっぱい出てきますよね。それを勝利に吸わせるっていう手もありだと思います、僕は。そうすることによって40、ね、なんでかなり溜まりが早くなると思われるんで、まあ、そういった形でやるのと、あとは元素爆発の威力が高いんで、相手がいっぱいいるときはこのメテをね、隕石を敵にガツって与えて、まあ、75%、50% とかのラインを超えてダメージを与えてオーブを生成するとか、それで回収して凝固に退場して凝固に変わってスキル、元素エネルギーを回収すると、そんな形のムーブがね、なかなかできるんじゃないかなって思って、でそれで高回転でスキルを回してみたいな感じ。そうすることによってかなり安定し、チームのなんか生存安定で破壊力も維持できるんじゃないかなっていうような、神様じゃなくて鬼のような、鬼神様のようなね、実力を秘めていると私個人感じました。ぜひこの後、19時にキャラクター実装されますんで、よければ参考にしてから引いていただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。